今日風強いね。そうね、めっちゃ強いね。学校も寒かったし、どうしたの？なんか変な音。皆さんお疲れ様です。乾杯。乾杯。すいません。何かあったんですか？あ、あれがやっと完成したからみんなでお祝いしてるんだよ。あれ？うん。どれ？こっちに来てごらん。あれだよ。あの防波堤。あの防波堤が2018年の大型台風で壊れてしまってね。そのままだと外洋からの大きな波が港の中に入り込み、フェリーなどの船が安全に物や人を運ぶことができなくなってしまうんだ。だから島の皆さんが安心して生活ができるよう復旧工事をしていたんだよ。そんなすごいものを作ってるんですか？え、工事大変じゃなかったですか？Thank you.
42センチ。OK。皆さんご無事です。お疲れ様でした。この町みんなの安全を思えば大変じゃないよ。お兄さんたちありがとう。立花工業株式会社、先端長代理山田光平です。出身地は佐賀県です。主にクレーンの操縦をしております。甲板上にいる作業員が怪我しないようにそれを一番考えて作業しております。自分のアイデアや工夫で基礎現場が無事に終わった時に良かったなと思います。将来は船長になって全国各地の工事で活躍したいと思います。臨海日産建設の奥田と申します。この工事では現場代理人の方を務めております。出身は島根県です。この工事全体の施工管理の方を行っております。主に発注者の方からいただいた図面をもとに出来型管理、品質管理、安全管理の方を務めております。施工管理という職務上、作業員さん一人一人とのコミュニケーションを取り、体調管理など様々な面でサポートできるよう心がけております。地元の方々からですね、わざわざ遠いところから来ていただいてありがとうという言葉を受けます。こういった普段の生活を守るというところにやりがいを感じております。普段の生活を守れるような工事、そういったビッグプロジェクト、そういうところに携わっていけたらいいかなと思っております。潜水士をやっております。名前は笹渕博人、出身は秋田県です。ガット船で起伏石500キロから700キロぐらいの投入しまして、それをウィンチを使って鳴らしをかけています。潜水機材の始業前点検、水中深いので緊急ボンベの設置と潜水病にならないように減圧時間の管理をしております。奄美大島、海が綺麗だし、こんな大自然と触れ合いながらこの仕事をできて、長年潜水士をやっていて幸せだなと感じております。はい、いろいろな現場してこれからもっと自分を磨いてレベルアップしていきたいなと思っています。施工管理をしております中村光介と申します。出身は静岡県です。現場の状況の写真の方を記録したり、その撮影した写真を分類整理、あの施工面に関しましては構内側に基礎ステージの方を、投入しているんですけれども、その投入管理の方、自分の準備不足で工事の方、今日やる作業の方が遅れてしまったり溜まったりしないようにすることを気をつけております。成果が目に見えて変化して分かることがありますので、そういうのを見ていると非常にやりがいを持って仕事することができます。まずは一つの講習といいますか、一つの作業の管理の方を任せていただけるように、これから日々の仕事をですねしっかりやって頑張ってまいりたいと思っております。日高亮と申します。港湾工事全般ですね、仕事は。で、出身地は宮崎県です。宮崎県宮崎市です。軽村政策とですね、軽村が政策終わりましたので、仮置きの方をやってます。できるだけですね、多くの人に声をかけてですね、その日の体調、あと役割分担のですね説明などですね、一人一人の声かけを大事にしています。港ごとにですね、あの形が残るので、やり終えた後はですね満足感があります。無事故無災害でですね、これからも、続ければいいと思います。森崎建設工業で職長をやってます坂口と言います。出身地は大分県です。現場では安全管理や、施工がスムーズにいくように調整の方をやってます。現場で明るく楽しくなるように、心がけてます。いろんな地域に行けることと、自分が携わった工事が形となって残ることにやりがいを感じます。最後まで無事故無災害で、工事を終えることです。